11月のアメリカ大統領選挙に向けた民主党の党大会がイリノイ州シカゴで開幕しました。アメリカ史上初の女性大統領を目指すハリス副大統領が先ほどサプライズで登場し、この後演説するバイデン大統領に対する思いを語りました。はい、私は党大会が開かれている会場に来ています。現在はですね、上下連邦議会上下両院の議員らによる演説が行われていまして、ハリス氏に対する支持を相次いで訴えています。またですね、先ほどハリス氏がサプライズで登場し、この後演説するバイデン大統領に対する思いを語りました。Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. This November, we will come together and declare with one voice, as one people, we are moving forward. 民主党の新たな顔となったハリス氏は、特に若い世代や黒人の有権者の心をつかみ、支持率ではトランプ氏を若干ですが上回っています。選挙戦が再び盛り上がりを見せている状況に、民主党内では身を引いたバイデン氏の決断を評価するムードが高まる状況まで生まれています。バイデン氏はこの後の演説で、共和党のトランプ前大統領をアメリカの民主主義に対する脅威としつつ、ハリス氏は自らの政治的な功績を継承するのにふさわしい人物だとし、選挙戦でハリス氏を支える立場を強調する見通しです。また党大会では基本的な政策方針をまとめた政策綱領を採択しました。中間層の生活水準向上や人工妊娠中絶の権利の擁護、さらには同盟国などとの連携強化なども盛り込まれています。党大会をきっかけとしてトランプ氏打倒に向け結束を固めていきたいハリス氏、政策面でバイデン氏の路線を引き継ぎつつも独自の色を出せるかも今後注目されます。以上、中継でした。